放送席、はい、放送席、勝ちました、タイガース、岡田監督です。ナイスゲームでした。これで今シーズン初の、八連勝ということになりますけれども。うねはい、今日はどんなふうに試合をご覧になってましたか。いや、最近、前回もね。良かったんで。まあ、安心してね、あの。まあ、見てましたけど、はい、今日はね、はい。 その埼玉投手、8回途中1失点中奪三振という内容で先発投手にもしっかり勝ちがついてというところではこの連勝、大きいのではまだちょっとなかなか、ね、あの点取れなかったんですけど、まあ、うまくき、ね、ょう、ね、あの必殺人は久しぶりに見えますかね、ホームラン打って、まあそうですね。ちょっとやっぱり三振取るから球数が、ね、り多くなるんで、まあ、それは仕方ないですけど。 ねえ、本当、今日なんか、完封してほしかったけどね、あの一点はちょっと読み合ったですね、はい。ミエセス選手の話もありましたけれども、複数安打での、あのホームランも大きかったですね。いや、あのー。まあ、初めて、あのー、本戦でね、ちょっと、あってたんですけど。まあ、最後のように投げたピッチャーだったんでね。ミエセスは一回ね、当たって、さ、ね、スライダー打って。いい感じで打ってたんで。まあ、昨日からもうね、今日はミエセス決めてたんですよね。はい 同点に追いつかれた後、うん、相手のミスからチャンスを作って、うん、ノイジー選手のタイムリー、うん、大山選手も続きましたけども、うん、この辺りでどう思し木浪に、ねうん、僕は続投させす予定だったんですけどね、まあ、最近も、あのー、行きたいということで、ねまあ、ちょっと、ね、一致したんで、まあ、木波に絶対ルイゼロをしたらル、ね、イ、うん、出たんでね、うんまあ、あれは、まあ、ワンナウト、セカンドになってねまた1、2番でね、うん、そういう形を作りたかったんで。 まあね、向こうのミスもあったんですけど、まあ、いい形でね、木浪選手が出塁してというところで、本当、この連勝の中で、うんえー、上位、中軸、下位、しっかりとつながって、得点をっていうところ、目立ちますよ、ねまあ、クリアップも最後、やっとね、マ番、まあ、バッターだけ打たないけど、まあ、1人ぐらいはいいかな。まあね、<laughs> そして最後 試合を締めたのは9回に岩佐投手でしたけれども、ね、この辺りへの思い教えてください,い、ね、岩崎もまたブルペンで見なかったしね、うん、まあ3点あったんでね、うんあのまあ、今日の方が、まあ、ヒットを打たれたけどあのおとといよりもね、まあ、ボールの感じは良かったと思うし、まあ、あのまだ連投してないですけど、まあ、1日空くんでね、まあ、どんどんあの投げることによって自分でいちばんいい時の、ね、そうのう感覚が戻ってくると思うんで。 まあいわはこれからね、やっぱりどんどん投げて生かしたいと思いますね。今日勝ってシーズン初の八連勝、そして5月で18勝4敗で貯金14ということなんですけども、このあたりへのこう余韻というかどうでしょう。いやこれはもう全然できすぎできすぎですよ。それはね、<うん S 1> まあ4月のね貯金3つもねこれはもう上出来だなと思ってたんですけど、まあね。 形的にねやっぱり先発も頑張る、打線もうまく点を取れるっていう、うまくかみ合ってるのが、こういう結果になってるんじゃないですかね本当にいい形で、あさっての交流戦へと向かいそうですね、あんまり対戦ない交流戦ですけど、だから、自分らのね野球をするっていうか、もう基本でね、あんまりデータもねないと思うんで、きっちりと野球をねやっていけばいいと思いますね、はい。 ありがとうございました,、はい、ました放送席どうぞ、うん